どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。どうも皆さん、もう2019年12月に本日から入ったということで、まあ、びっくりですね。早いですね、本当に。はい、本日はですね、ガズレレに関する情報を3つ、お届けしたいと思います。まず、第1弾。ちょっと前にこちらでご案内しました、ガズのわがままウクレレの、予約注文販売してたんですけど、その予約注文分、完売いたしました。ありがとうございます。完売いたしました。本当にね、もう、ありがとうございます。で、まあ、今、つまり、売り切れ状態で、予約もできないんですけど、ここ2、3日ぐらい、もう、ベトナムの、モジャ君と、G ラボチーム、ウクレレを作ってるプロジェクト、G ラボって言ってますけど、G ラボチームのメンバーと、まあ、ちょっと、なんとかこう、出したいなってことで、一応、12月中旬から後半にかけて、また次に予約注文できるような段取りを、組もうと思っております。その時はまあソプラノ並びにやっぱコンサートも結構ね皆さんニーズがあるということでコンサートを結構増やし目でやるんでちょっとまたフォローしておいてくださいね。そういうわけで今のところちょっと完売状態になっているということをご報告させていただきます。はい、その、ガズのニュース第2弾のお知らせ。そのガズのわがままウクレレに関することなんですけど、クラウドファンディングね。開催させていただいて、まあ、大成功、皆さんのおかげで大成功に終わったんですけれども、セミオーダー以外の、返礼品は全部お届けしたということです。あと残ってるのは、セミオーダーのウクレレと、あと、ガズのマンツーマンレッスンをお申し込みいただいた方、何組様かということなんですけど、ひとまずですね、本当に肩の荷が下りたなというか、もう届き終わるまで、なかなか気が気じゃねえなと思ってたんでね、皆さんからも、大変嬉しい反応を頂戴しておりまして、やっぱりね、ウクレレすごくいいですからね、引き込んでいくとどんどんまた音も伸びていきます。育ちますから、楽器は。もう、無垢材でね、もう単板で作ってる。もう一本一本ね、作ってるわけですよ。だからやっぱり使えば使うほど、その味がだんだん出てきますからね。ジーンズやレザーみたいなこう質感にもなってくるし。なんでちょっとそういう、育てる感覚も、味わっていただいて、どんどん引き込んでください。ゲットしてくださった方。で、まあ、これからの方、まだ、ちょっと、どうしようかなという方。まあ、いろんな方の触らせていただいたり。まあ、またこちらの販売、ちょっとチェックしといてくださいね。で、そんな真っ只中、本日は、モジャ君から、レポートが届いております。今日、モジャ君のレポート。じゃあ、モジャ君ね、職人なんで話すの苦手なんです。でも彼なりに頑張って動画撮ってね、今日ここでアップします。じゃあ、モジャ君からの、挨拶とレポートどうぞ。こんにちは、モジャ川上です。クラウドファンディングの、返礼品も、残すところセミオーダー、のみとなりました。今、現在、制作進めております。他に今やってることというと、工場の、今、作るということで、今、大変な思いが多いんですけども、頑張ってやってます。とですね、新しい工場ができたら、そこで、この前のインターンの、採用になった方々と一緒に、ウクレレを作っていく予定になっています。なかなか大変な時期にはなるんですけども、ガズさんの高品質でリーズナブルな、ウクレレ、を作りたいっていう気持ちもありますので、頑張ってやっていこうと思います。応援よろしくお願いします。あ、もじゃくん頑張って喋ってましたね。まあでも、ああやって見えてやっぱ熱量すごいあるんです。本当職人魂がね、やっぱすごいんで、本当に、なんていうのかな、すごいですよ。芯がちゃんとある。やっぱ実際ね、行ったことないベトナムに行って、ああやって一人でこう一から築き上げてるわけですから、まあみんなもちろんサポートはしてますけれども、で、今度いろいろ動き出しますから、ベトナムのスタッフも増え、工場を建てて、インターン生も日本からね、この間インターン募集してもらって、まあ何名かがもう向こうに応援に行って、こうまた盛り上げていきます。そんなことでもうね、ガズレレのガズわがままウルプロジェクトをはじめ、なんかもういろんなこと盛り上げて出ますんで、引き続きよろしくお願いします。で、だ、今日のお知らせ、三つ目。これはね、まあ、まだちょっと今ね、手元にないんでなんですけど、巷で話題の、ガズのウクレレリュックサック、覚えてますか？あれの、新しい、最新版が、今、企画通って、もうサンプルが出来上がって行ったり来たりして、もう最終段階に入っております。そのね、リュックはね、ちょっと今までみたいなのとまたちょっと違って、ビジネスマンもモテる。しかも女子もモテる。しかもいつものようにウクレレが入ってるなんてとてもは思わない。そして今回はコンサートサイズが入るリュックサック型なんですけど、かっこいいです。しかもですね、まだあります。譜面台とか、もちろん、ソングブックとかそういうの入りますからね。これはもう画期的なガズレレリュックサック第2弾。
出ます。これをですね、商品をお届けできるのは年明けちゃうと思うんですけど、予約受注は12月中、要はクリスマスまでになんとかご案内したいなと思ってます。で、その辺の情報もちょっとお待ちください。お待ちくださいばっかりで申し訳ない上に、またお待ちください情報なんですけど、ガズレレではですね、12月中盤から後半にかけてものすごい次の新しいプロジェクトをいっぱい一斉にスタートさせますからね。今本当にいろんなも最終チェックで、そのネットの記事だと、あの中身とか、その使い勝手とか最終チェックの段階に入ってるんですけど、2つ3つ新しいどびっくりの、プロジェクトがスタートします。皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。さあ12月冬、ウクレレっつうとあんまり冬のイメージがないと思いますけど、ガズレレの場合はもう関係ないですから、一年中おこたつ入ってみかん食って紅白の歌を弾くみたいな、そんなのがね楽しいわけです。はい、そういう新しい文化をガズレレから発信できていったらいいかなと思います。音楽やると楽しいから、そういう楽しい人が増えたら楽しい街になり、楽しい市町村になって、楽しい国になるじゃないですか。そういうのがいいと思いますね。だからなんかガズレレ YouTube どんどんご活用してくださいね。はい、あとガズはね、ガズトークというサブチャンネル持ってますよ。YouTube サブチャンネル、こんなような おしゃべりばっかのチャンネルですけど、本当に気軽にね、いろんな豊かで楽しいこと喋ってます。音楽はね、こっちも大事だけど、やっぱね、こっちも大事ですから、そうなる大事。じゃあリンク、ここガズトークのリンク貼ってますんで、もし興味ある方はちょっと覗いてみてくださいね。そんなこんなで、この後いつものね、ご案内動画引っ付けときますんで、見てください。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、冬だけど楽しもうぜ。さよなら、バイバイ。ご案内動画どうぞ。はい、ひとまずこのガズレレ .com、 このガズレレ公式ホームページを見たらもう大体のこと分かるようになってます。ここでリンク貼っときます。ホームページ見に行ってください。さあ、イベント情報ですけど、ですね、12月7日に湘南の、ララポート島村楽器さんでこうイベントをやってるんですけど、もうソールドアウトになっちゃってるんですよ。で、それ思ってたんですけど、急遽決定、12月8日に、はい、メレカリキメカというサザンオールスターズの関口さんが主催しているイベントで、キッズの講師役で、10分ぐらい出演が決まりました。ありがとうございます。まあ、お時間ある方、遊びに来てください。そこら辺、私、会場フラフラしてると思いますんで、お願いいたします。このイベントの詳細もこの辺に貼っておきます。本出してますよ。たくさん本出してます。はい、まずこれ、代表的なの、これ、今一番来てるやつ。リッドミュージック社から出てる100曲入りの超簡単ソングブックでございます。こちらよろしくお願いいたします。あとはですね、人生を語るいい本。私はね、白血病になって骨髄移植してるんですよ。そんな、なんか人生を語ってる本、これ、主婦の友社からガズの本出てます。いろんな本出てますので、チェックしておいてください。さあ、楽しくみんなで音楽、やろう！ありがとうございました。さよなら。